冬が来るまでに絶対にやっておいてください。冬にどうこうしたところで大して対策にはならないですよ。それまでに備えておくことが絶対に大事なんです。その方法っていうのはすっごい簡単なんですよ。どうも児玉孝之です。さあ今回もアトピーのお話をしていきたいと思うんですけども、今回の内容は冬まで絶対にやるべきかゆみ乾燥肌対策です。今回の動画を最後まで見ていただくことによってのメリットっていうのは、冬にかゆみだったり乾燥肌がひどくなるっていうのを最大限に防ぐことができます。ぜひ最初から最後まで話を聞いてくださいね。本日の内容はこんな感じになっております。さあ今日もしっかり学んでいきましょう。ではまず冬までにやるべきことというのは何かっていうと、日光浴です。これはビタミン D を体の中に溜め込むために行います。はい、ビタミン B って何かって言ったら脂溶性のビタミンなんですけど、これは別名天然のステロイドと言われています。抗炎症、抗酸化能力だったり抗菌作用、インフルエンザの予防、そしてコロナウイルスにも効果があるんじゃないかっていう論文も出たぐらい、めちゃくちゃ素晴らしい栄養素になるわけなんですね。逆に言うとこのビタミン D がない人っていうのは炎症がめちゃくちゃ起こりやすいです。そしてこのビタミン D っていうのは食べ物で摂取することももちろんできるんですが、紫外線から取る方がめちゃくちゃ効率的なんですね。紫外線からだいたい 80% 取れて、そして食べ物から 20% しか取れないんですよ。だから紫外線を浴びるっていうことはめちゃくちゃ重要なんです。それをですね、冬が来るまでにやっていただきたいんですね。ではなぜ冬までにやらなくちゃいけないのか、今やらなくちゃいけないのかっていうと、冬になると紫外線の量が減ってビタミン D が吸収されにくくなるんです。こちらのね、国立研究所のビタミン D の研究結果を見ていただきたいんですけど、 5.5 マイクログラムの、ビタミン D を体内に摂取するために、季節だったり場所だったり時間を変えてやった研究結果があるんです。これ見てもらうと分かるんですけど、夏と冬では5.5 マイクログラム取るための時間が全然違いますよね。北海道だったら約15倍違います。沖縄でも2倍近く違うんです。つまり冬は紫外線の量が減ってビタミン D が体の中に作られにくくなってしまうんです。さらに北国はもっともっと紫外線の量が少ない。このことがこの研究結果でわかりますよね。ということはですよ、やはり冬っていうのは紫外線の量が低くなりやすいので、ビタミン D が減ってしまい、炎症、かゆみ、乾燥肌、こういったものを非常に起こしやすくなってしまうんですね。だからこそ今のうちに日光浴しておいて、このビタミン D を体の中に入れておきましょう。そんなことできるのか？できるんです。ビタミン D っていうのは脂溶性ビタミンといって油のようなビタミンなんですね。つまり体の中に蓄積することができるんです。だからこそ春から秋の間に紫外線をしっかり浴びてビタミン D を体の中に蓄積する、そういったことをしておいて冬のために備えておくことが大事なんです。だからですね、もう今すぐ、何やったら今日から日光浴始めてください。ちなみに日光浴の目安ですが、1日30分から1時間程度半袖半ズボンで外に出て日光浴を行う、これが一番理想的な形です。でもできない人いると思います。私もアトピーがひどい時、日焼けなんかしてしまったら肌が荒れて痒くなってしまって、もう辛くなってしまう、だからできるわけねえよっていうことだったり、さっきも研究結果から分かった、北国の人はどれだけ日光浴したところで紫外線の量が少ないわけなんですよ。もうこれ物理的に無理ですよね。そうなった方どうしたらいいかって言ったら、もうサプリで摂取するしかありません。食事で補う、まあ、こういったこともできるんですけど、食事で補えるっていうのは約 20% です。だからこそ慢性的にビタミン D が不足してしまうんですね。なのでサプリメントで補うっていうことをお勧めいたします。しかし一番大事なのは日光浴をしっかりして食事で補う体、サプリメントのない体を作るのが一番大事ですよ。でもアトピーがひどくなったり、どうしても日光浴できない人もいるので、そういった方のためにこのサプリメントを紹介させてもらいますね。ではサプリメントどうしたらいいかって言ったら、ビタミン D のサプリメントを1日 3000IU 取ってください。絶対に飲みすぎないでくださいね。飲みすぎると過剰症といって病気になることがあるので、絶対に飲みすぎることはやめてください。また栄養っていうのはバランスが大事なので、体のことを踏まえた上でですね、このサプリメントを飲むことも大事なことなんで、信頼のある専門家の方に相談して、そして選んでいただければなと思います。一応ですね、僕が選んだサプリメントも参考で出しておくので、ぜひこれも見といてください。よかったら参考にしておいてください。概要欄のところにリンク貼っておきます。はい、いかがだったでしょうか。今回の内容をまとめていきたいと思います。今回の内容は冬までに絶対にやるべき
かゆみ乾燥肌対策についてお話をさせていただきました。今回の内容をまとめると、冬が来る前には日光浴をしましょう。でなぜ日光浴が必要なのか、それはビタミン D を摂取するためです。ビタミン D とは天然のステロイド。天然のステロイドというのは炎症だったり肌荒れを抑えてくれる重要な栄養素となりますので、これを取るためにしっかり紫外線を浴びるっていうことが大事で、冬じゃなんでダメなのか、冬は紫外線の量が少ないのでビタミン D を吸収しづらいんですよね。だから冬までにしっかり貯めておきましょう。でそれが難しい場合であれば、肌荒れがひどいとか北国に住んでるとかそういった場合であれば、サプリメントは1日 3000IU を摂取してください。絶対に取りすぎはダメですよ。変な病気になっちゃいますからね。はい、というところで今回はですね、冬までに絶対やるべきかゆみ乾燥肌対策についてお話をさせていただきました。次回もですね、このビタミン D の話をさせていただきたいと思います。ビタミン D 摂取すること大事なんですけど、でもある栄養素も一緒に取らないと意味がないということをですね、ちょっとお話ししていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいていただければなと思います。というところで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。